はい、武道ライダーみっちゃんねるの佐藤です。今日の俺は腰痛がひどいため防具稽古は一旦やめといて、防具をつけずに寸止めで5歳児の相手をしたいと思います。ちなみに優しい先輩なら小さい子や初心者にはボディくらいは殴らせたり蹴らせたりするんだけど、俺はとにかく攻撃をもらうのが好きではないので、小さい子だろうが初心者だろうがめったに殴らせません。まあ全集中で防御してるわけではないんで、自分の力で当ててみろこの野郎と思ったりしてるわけ。はい、またまたブドウライダーみっちゃんねるの佐藤です。今日もまたまた朝日スーパードライ、迷った時はスーパードライにしときゃ間違いないよね。林家コンペ、今日はちょっといつもとは違う変化球で乾杯してみました。そんでおつまみはベビースターラーメンおつまみピーナッツ入り。なんか同級生の高尾くんが狭間寒平飽きたから今度はダッシュ寒平にしてって LINE 汚したんだけど、そんな真冬の八甲田山より寒いネタ俺が言えるわけねえじゃん。それに他人に言われたネタをそのまま使うなんて俺のプライドも許さないしね。まあ高尾くんのネタはプライド関係なく絶対使わねえけどね。まあなんでかっつうとここだけの話面白くないからなんだけどね。誰にも言ったらあかんで。まあ話は変わるけど今日の練習めちゃめちゃ疲れたね。ちょっと腰痛がきつかったんで防具をつけてのスパーリングはやめといたんだけど、代わりに後輩の熊井の息子5歳児のチビと寸止めで組手やったんだけどね。何が疲れるって、怪我させないように、さらに泣かせないように、組手するつるはほんと神経使うからね。間違ってちょっと当たっただけでも子供は吹っ飛んでくし、泣いちゃうしね。子供相手にガチンコでやってる方が、どんなに気楽なことか。それに子供っつうのは、絶対にありえねえことなんだけど、俺に勝てると思って、やっつけるつもりでかかってくるからね。一体全体その根拠のねえ自信はどっから湧いてくるのか。ヤンキーの兄ちゃんが、自分が喧嘩強いと思ってる心理も、この5歳児の心理も、似たようなもんなんだべね。ただヤンキーっつうのはすぐスタミナが切れて動けなくなるけど、子供の恐ろしいところは無限のスタミナがあったことだよね。こっちは怪我をさせないように集中力切らすわけにいかねえからね。いやーほんと子供って恐ろしいわと思うみっちゃんねるの佐藤でした。